はい、どうも皆さんこんにちは、早春です。本日の動画は今週 7.5 億ダウンロードのアチューンメントから無料で獲得できるマヌエル・ロカテッリ選手の育成解説&選手紹介やっていこうと思います。本当に能力以上に使用感が良くて強い選手なのでぜひ使ってみてください。それではやっていきましょう。ということでまず選手紹介からやっていこうと思うんですけど、185センチと大柄のミッキーの選手で、適性は DMF と CMF 化できる感じですね。プレースタイルはプレーメーカーで、どちらのポジションにおいても発動します。逆足振動精度を見ていこうと思うんですけど、どちらも普通でまあぼちぼちって感じなので極力利き足でいけるようにしましょう。そしてコンディションの波は小さいって感じですね。割と安定して普通以上出してくれると思います。スキル構成見ていこうと思うんですけど、時空ラターン、インターセプト、低弾道ロブ、ワンタッチパス、スルーパス、バックスミロブ、スライディングタックルと攻守にわたってバランスのいいスキル構成で、マンマークブロッカーあたりはつけてあげたいですね。ダブルタッチ、ミドルシュートなんかがあるとさらに起用の幅が広がってくると思います。続いておすすめ育成はこちらで、シュート1、パス4、ドリブル5、クックエース4、脚力9、エアバトル2、ディフェンス8で、監督の適性が87の時がこうで、88の時がこのような能力になります。守備数値も高いですし、足元パス能力もある、かなりバランスのいい選手ですね。センス揃ってない方は即戦力級ですし、最近までガチスカに入れてたくらい使用感とポジショニングがかなりいい選手なので、使ったことない人はぜひ一度使ってみてください。おすすめ起用法はロングカウンターのワンアンカーとして使うか、ツーブランチの一角として使うのがおすすめです。ということで最後にこの選手の評価なんですけど、73点とさせてください。能力面でいうと攻守どちらもバランスが良く、スタミナも高いので1試合を通して使える選手になっています。本当に能力より使用感がかなりいい選手なので、ぜひ騙されたと思って使ってみてほしいです。ということでこの動画がいいな、参考になったって方、ひまさんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。